かり合い協力体制を取ることとなる。これはウヨンにとって渡りに船であった。突然現れた不思議な武器呂布の凄まじい力。この世界の謎はあまりにも多く不可解であった。両陣営は現状を鑑み、味方は多い方がいいと。そんな中、五軍の偵察部隊が情報を得て戻ってくる。暴君董卓が、どのような事情があるかは知らぬが、民を傷つけ略奪を働くとは許せぬ。急ぎ董卓を倒し民を救うのだ。皆進め、董卓を倒し民を救うのだ。藩の中にも戦っている者がいるか。あっぱれな心意気を死なせてはならぬ。董卓様の命令だ。食料を根こそぎ奪ってやれ。反乱軍に協力する民が飢え死にだ。史書に書かれた通りの暴君のようだな。ああ、民を敷いたが父肉林に吹けた悪逆非道な男だ。助けてくれ。奴ら俺たちから食料を奪う気だ。ここまでよく耐えてくれたわね。私たちが必ず守るから安心して。ありがとう、助かった。もう大丈夫です。安全なところへ避難してください。しかし先ほど敵兵が言っていた反乱軍とは一体。すみません、ごめんなさい。平八これにやり。なんというのよ。おお、なんとお礼を言えばいいか。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。命拾いしました。ありがとうございます。神ごときに何を手間取っておる。わしがさっさと片付けてくれるわ。異能が槍にかける北へ水流。董卓の本体が民を。ここからでは間に合わん。兼続殿、神が襲われているぞ。お前、なんという暴挙。ああ、馬長殿、見過ごすわけにはいくまい。意と愛の正たる我らが救わねば。さあ、銀平殿も。はい。
力いっぱい頑張ります。貫く男、その気概は何者にも破れぬだろう。熱いお二人ですね。どなするの気持ちです。わしは帰るぞ。中で面倒なことをさせおって。信長と聞こえたな。なぜ董卓がその名を。お見事です。私も見習わなければ。本当にありがとうございます。助かりました。無事で何よりです。ここは我々に任せてください。よし、民を救うことができたな。あとは敵の残党を追い払うだけだ。そうだったら、もう見ないわ。また悪さをして帰ったのかしら。早く探そうな。マロは帰って蹴鞠がしたいの。みんな、董卓を探して。邪魔する人は徹底的に痛めつけるの。新手だ。まずい。民を追撃するつもりか。城内に乗り込もう。敵の援軍を断つにはそれしかない。まあ、門が閉まっているのね。困ったわ。では、門番に部位を示しましょう。彼らの戦意をくじき、門を開けさせるのです。その力で、世に正しきをなせよ。よくぞ董卓を追い払ってくれた。敵の敵は味方、そう思ってよいのか。敵味方の問題ではない。その疑心に共感したのだ。これより我らは同志、共に不義の輩を打ち払おう。董卓殿はどこに行ったの。まさか蹴鞠かの。残っているのは配下の兵だけで、自分本位な男。強すぎる。もう開けますから、命だけは。試させてもらおうか。
私が負けただと。おお、いい戦ぶりだ。私が相手は不服か。東卓軍の残党だな。民の安寧のためここから出て行ってもらう。もしかして東卓殿はもういないのかの。そのようだなら、あの人のため私たちがここを地獄にしてしまいましょう。負けてしまったの。うつけ殿に怒られてしまうの。あの人が怒るかしら。この状況きっと喜ぶわよ。東卓、そして奴の裏にいる信長という男、一体何を考えている。我らの疑心を一つにしたことで麦の輩を打ち払えたな。それにしても忠勝殿、あなたもここに来ていたのか。孫権殿もこの世界では初めてお会いしますね。この世界、お前たち何か知っているのか。我らは霧に迷い、気づけばこの妙な場所にいた。事情がわかるのであれば教えてもらいたい。この世界に来たばかりということか。ならば劉備殿と謙信殿のもとへ案内しよう。二人は盟を結び、この世界で信長と戦っている。信長か。董卓もその名を口にしていたな。わかった、すまぬが案内を頼みたい。この馬毛器、何者にも屈しはせんぞ。軍神の娘、韓銀兵。義、天下に示さん。よくぞ来てくれた。孫吾の皆には改めて名乗る必要もなかろうが、私は劉玄徳。謙信殿と盟を結び、信長に対抗する軍を率いている。劉備が人心は信ずるに値する。かの魔王との闘争には必要な存在よ。とはいえ俺たちはあちらに比べれば大した戦力も持っていない。世では反乱軍などと呼ばれていますがね。待ってください。あなた方はなぜ信長公と戦っているのですか。それにこの世界は一体。私たちも正直多くは分かっておらぬ。だが知っていることは全て話そう。この奇妙な世界には時や場所を超え、さまざまな人間が迷い込んでくる。何故このようなことになったのか、どうすれば元の世界へ戻れるのか、力を尽くしてはいるものの、いまだ解き明かせておらぬ。そんなある日、突然織田信長が兵を率い、周囲の領地へ侵攻を開始した。この世界に歯を唱える。それができるだけの力を手にしたのだと。信長は瞬く間に周囲の将を従えていった。奇妙な力であらゆる敵をねじ伏せながら。だがこのような強引なやり方を見過ごせるはずもない。私と謙信殿、そして信玄殿は信長に対抗すべく盟を結んだ。信長の真意を確かめるため、
そしてかの者が得た力の正体を暴くため。とはいえ織田軍はあまりにも盛況、正直なところもっと戦力が必要だ。うん、先の織田軍のやり方を見て疑問を抱いたのは我らも同じ。それにこの世界の謎と元の世界に戻る方法を探らねばならぬ。ここは手を結ぶのが得策かもしれぬな。新たなる盟友を得られし幸運、天に感謝せん。劉備様、謙信様、大変です。武田領が織田軍の侵攻を受けました。敵陣には信長と盟を結ぶ北条氏康、今川義元の姿もある模様。信玄公のもとには雪村たちもいる。とはいえそれだけの大軍相手では長くは持つまい。その通りです。どうか急ぎ救援を。分かった、すぐに向かおう。いざ劉玄徳、大志を掲げすまん。覇者検証。おう硬直。気づけば手元の武器が増えてきたな。先陣は井伊の赤鬼が務める。俺が天下無双か、当然だな。全ての者の不要、総身の力で我に挑むがよい。天下無双の武、ここに極まれり。
共に敵陣に切り込むぞ。金馬町と赤鬼は誰にも止められぬ。我こそは馬毛記真の三国。よし、会心の結果だ。いざ、竜玄徳、大志を掲げすまん。
上守備よ。それがしが真の三国無双だ。